どうぞ。先生こんにちは。はい、こんにちは。今日は YouTube チャンネル登録者様からのご質問です。はい、先生こんにちは。こんにちは。新型コロナウイルスの影響で株価が暴落して大不況になろうとしています。はい。今後政府はどのような対応をするべきだと思いますか。はい、三木谷先生の意見を聞かせてください。はい、わかりました。今日新型コロナウイルスの質問なんですけれど、はい、医学的な質問というよりかは経済の質問ですね。はい。で、僕経済の専門家ではないんですけれど、はい、一応質問が来たのでお答えさせていただこうと思います。で、もし今から僕がしゃべることに対して、何か気になることがあるとか、私は違う意見だとか、本来はこうするべきだとか、そういう意見があれば、遠慮なくコメント欄の方に書き込んでください。真摯に読まさせていただきますので、それはお願いします。で、自分の意見を言わさせていただきますと、まず結論から言いますと、政府は巨額の財政出動をすべきだと思います。で、一番の目的は企業を倒産させないようにすると、これが一番の目的だと思います。で、すでに今は無利子で貸し付けっていうことを政府やってるわけですけれど、まあ、それも何もしないよりはいいんですが、あくまでこれは貸し付けなので、まあ、返せる当てがない企業なんかはやっぱりそれも不安なわけですよ。今ただでさえ不況になって、まあ、赤字で経営が続いてるっていう状態なのに、まあ、その状態で借金してもさらに赤字が膨らむようでしたら、また借金しないといけないし、で、返せる当てもなければどんどん辛くなるだけなので、まあ返せる当てがなければもう会社や工場を畳んでしまおうと、そういうふうに考える経営者もいます。で、もちろん貸し付けによって助かってて、それによって生き延びてる企業もあると思いますが、僕の考えは貸し付けじゃなくて、もうコロナの損害によって起きた損失に対して、まあ、お金を出してしっかりと補填してあげると、これを政府がきっちりとやるべきだと思います。はい。で、体力のある大企業は僕はいいと思うんですよ。で、体力があるっていうのは具体的にどういう状態かっていうと、まあ内部留保がたっぷりあるところですよね。あるいは資産がたくさんある大企業で、内部留保っていうのは、まあ、利益が出た分の貯金が溜まってるっていうことなんですが、まあ、結局今回のコロナ不況の前でも景気がだんだん上向きになってきて、で、大企業は利益を出すようになってきたわけですね。だけれど、まあ、先行きが見えない不安もあるし、今後またリーマンショック級の不況が訪れるかもしれないと、そういう漠然とした不安もあって、まあ、内部留保を溜め込むばっかりで、まあ、設備投資にお金を回したりとか、従業員の給料を上げたりとか、そういう活動がね、あんまりなかったわけですね。なので大企業は結構たっぷり内部留保を溜め込んでるところがあります。なので今後不況になっていっても、まあ、言葉は悪いんですけれど、今までの貯金を食いつぶしながら大企業は倒産するっていうことはあんまりないわけです。その企業にもよりますけれど。はい。で、問題なのは体力のない中小企業ですね。内部留保がなくて、で、すでに借金を抱えてる中小企業。で、常に赤字か黒字かの真ん中ぐらいでカツカツの経営をしているところってたくさんあるわけですね。まあ、そういうところなんかは今回のコロナウイルスの騒動によってかなりの損失を出してしまって、ずっと赤字経営を続けてるっていうところはたくさんあります。町工場とかでもそうだし、まあ、あと飲食店とかの個人事業主の方とかも、まあ、そういうところがたくさんあって、まあ、そういうところに事細かいお金による補填をしてあげて、そういう中小企業が倒産しないようにするって、これが一番大事だと思います。で、どういう基準でどういうふうに線引きしてどれぐらいの額を出すかっていうのはすごく難しい選択になると思うんですが、まあ、そこを頑張っていただいて、まあ、的確にピンポイントで支えるべき企業を支えてあげると、で、とにかく
倒産させないと。企業が倒産してしまえば当然多くの失業者が出ていってしまって多くの人が、貧困になってしまうわけです。で、まあ企業が倒産すると特に何が問題かっていうと、物とかサービスを作っている企業自体がどんどんなくなってしまうわけなので、当然物とかサービス自体がこの日本の世の中から消えてしまって、物不足サービス不足になってしまうわけですよ。でなおかつ、失業者がたくさん増えてしまって消費をしてくれる人も減ってしまいますので、もう究極の大不況になってしまうわけですね。まあ、例えるならば、例えがちょっと大げさかもわかんないですけど、まあ、戦争に負けた後の国のようなね経済状態になりかねないですね。うん、まあ戦争とかあと自然災害とか、まあ、そういう状況はもうインフラ自体も破壊されてしまうんですけど、まあ、そこまではひどくないんですけど、でもまあ物とかサービスそのものが不足してしまって失業者も増えてしまって経済がうまく回らなくなると、日本全体が貧しくなってしまうという、まあ、そういう最悪の状態だけは避けないといけないので、とにかく企業が倒産しないように補填してあげて失業者が増えないようにすると、まあ、これが一番の目的だと思いますと。で僕はこういう話をするとですね、必ずですね、じゃあ財源はどうするんだと、どこにそんなにお金があるんだって、そんなお金を作るんだったら結局また国民から税金を巻き上げないといけないじゃないかと、そうすると結局割を食うのは俺たち国民じゃないかって、余計国民が貧しくなるだけじゃないかと、そういう意見を言う人が、ね、必ずいるんですけれど、僕はですね、税金を増やしてその財源を確保するということはしなくていいと思います。でむしろ、減税すべきだと思います。では、財源はどうするかという話なんですけど、まあ普通に国債を発行して財源を作ればいいと思います。はい、で必要があればその国債を、まあ、日銀が大部分買い取りしてもいいと思います。でそうすると当然世の中に回る通貨の量は増えるわけですが、まあ、そこを過度なインフレにならない程度に政府が上手に、政府と日銀が上手にコントロールすると、その範囲内で新たに国債を大量に発行して、財源を作ると、僕はそれが正しい方法だと思います。で当然それによって政府の借金もまた増えるわけなんですけど、別に政府の借金が増えても特別問題ありませんので、借金をすれば当然借金返さないといけないと思い込んでる人いますけれど、別に政府が借金を増やしていって、増やしていってもそれによって日本全体の経済がうまく回っていて、なおかつ過度なインフレにならなければ何にも問題ないし、借金借りっぱなしで返さなくても何にも問題ないと僕は考えております。はい、でむしろね、やっぱり減税すべきだと思いますね。でどの税金を減税すべきかっていうと、やっぱりここはね消費税ですね。で去年の10月に消費税が 8% から 10% になって、それによって日本全体の消費がガクッと落ち込んで、まあ、どこの企業も不景気になってしまったわけですよね。まあ、それって当然なわけであって、消費税っていうのは消費者が何か物やサービスを買うたんびに罰金を取られてるわけですよね。消費に対する罰を与えられて、その金額がパーセンテージが上がれば、まあ消費が落ち込むのってまあ誰かが考えても分かることなんですね。なので、消費税をですね 10% から僕 5% ぐらいまで下げてもいいと思います。はい、でとにかく今世の中の人たちの気分がすごく落ち込んでるんですね。はい、で暗い気分になってるんで、少しでも国民の気分を明るくするっていうことが大事なので、景気の気っていうのは気分の気なので、気分が明るくなれば消費が伸びて景気って良くなるわけですよね。うん、なので
消費税を下げることによって、はい、なるべく国民の消費を伸ばすと、はい、それが大事だと思います。それで、足りない分の財源は国債を発行すると、はいはい、であくまで過度なインフレにならない程度にコントロールすると、はい、まあ、これが大事だと思います。はい、はい、5%に下がったらちょっと何か、はいはい、そうですね、はい、可能性はありますよね。はい、じゃあ以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。